やっぱり歴史があるお蕎麦屋さんいいよね、うん、あ見て蕎麦って書いてある。うん、最高に美味しい、ね、こんなお蕎麦屋さんあったら毎日通いたいな。歩き歩き、おすすめにあった蕎麦街道というところに行ってみます。行ってみたいと思います。お蕎麦屋さんがね、なんかいっぱいこうバーって並んでるっていう場所があるみたいで、なんかね今調べたよ、地図の中にいっぱい点々としてる蕎麦屋が。やっぱり歴史があるお蕎麦屋さんいいよね。うん、鶴子、鶴子、もうねここはね200年以上続いてるみたい。え、香りがとにかく香り高いって書いてあるよ、うん、やっぱりお蕎麦の香りを楽しみたいよね。そうね、タイ帰りだからさ、もうなんか蕎麦の香り欲してる。まだタイから帰ってきて一回もお蕎麦食べてないかも。そういえば初蕎麦になるかもしれない。いいね。わ、綺麗、見て川、降りたい、すぐ降りたくなるね。なんか道が広くて乗りやすい。前にも後ろにも車がいないね、うん、なんか楽しいことあった最近。久しぶりじゃないこの質問するの。分かんないけどさ、なんかさ一時期さみっちゃんにさ、なんか最近楽しいことあったって一時期すごい聞かれるから、うん、自分の楽しかったことをちゃんと、え、猫集めてることあったんだけどさ、うん、いやでも最近ずっとゆう子といたからな。あ、まあそうだね、全部共有してたね、うん、いやゆう子こそありました。まあやっぱり最近のハイライトはタイだよね。全部そうだよね、まあ、2ヶ月半いたからいろんなところ行ったしね。タイで一番良かったスポットは、やっぱりチャトチャック市場かな。私も一緒に行ったとこだ、うん、昼間行くとみっちゃんみたいに熱中症になりかけるからなるべく夕方以降に行くのがおすすめ。そうだね、やってそうだしね夜も。ねえねえねえ、すっごい山道だよ急に。すごいね、うん、じゃあこれを越えたらその街道に出んのかな。ね、その街道ね、そう見て綺麗、ほら山道、おー綺麗ですよ。いいね、なんかどう。あ、いい匂い、ホタルの匂い。空気が美味しいね。ねえ、いいね、いいね。はあ。え、もう着くかも。もうこの辺が蕎麦街道、うん、なのかな。あ、見て蕎麦って書いてある。お、あった。トゥルコ。ありましたよ。トゥルコ。トゥルコに行きましょう。はい、ということで。はい。お蕎麦のトゥルコさんに着きました。九番どころって書いてありますよ、うん、蕎麦街道ね、おすすめにあったところなんだよね、うん、あった、行きましょうか。その中から わー素敵ですね、ここ座ろうか、うん、そうね。あ、お腹空いてきた。あ、よろしくお願いします。ところよりメニューはなってますけども、はい、おすすめは鴨そばセットになりますね。やっぱり鴨そばがいいよね。食べられます。あ、そうなんだ、はい、そしたらみーちゃんどうする。セット2つください。はい、はい、ありがとうございます。開かずの間開けてみてダメだよ、だって開かないもん。ごちそうさまです。あ、来た。これが鴨そばと盛りそばのセットになります。これの食べ方は大根の絞り汁です。おろすじゃなくて絞ったやつが基本です。つゆ、はい、がちょっと濃いめにできてますので好みに合わせて食べてください。絞ったやつをつゆとして使うのはずっと師匠にとるだけ。楽しめます。ありがとうございます。もうこれをこれを、いやー、おー、これが食べたかったタイで。実食いただきます。いただきます、はい、まずは盛り、うん、県内でもね鶴子さんと師匠のとこでしかやってないっていう大根の絞り汁。まずつゆが美味しすぎるんですけど、うん、
高に美味しい。コシが違う。あ、お蕎麦、うん、つゆは。でこのつゆがね、私も家でこれやろうって思った。で食べてみて本当にすっごい美味しい。このつゆが、うん、大盛りってたかもしれない。かまそばいきます。はい。ねえ見て、キラキラしてる。お蕎麦屋さんあったら毎日通いたいな。てか美味しくない？めっちゃ美味しい。うん、美味しい。何これ。まあでも次来るのが真夏だったら盛りそばかな。夏の山形も綺麗そうだね。絶対綺麗だね。うん、ペロリ、うん、ペロリ食べちゃったね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しかった。切ってみます。そば。え？やったー。ぜひ。やってみよう。やってみよう。さあやってみよう。やってみよう。人生2回目だね。そうだね。一緒にやったもんね。切ってみる。え、これ絶対にさ、金。いいから切ってみる。はい、切ってみる。いや、うまくはならないがそんなの。いいじゃない。うん。本当？美味しそうですよ。上手だな。嘘。上手だよ。ほら。上手？うん。上手？すごーい。下の方やっぱりちょっとでも太いですよね。まあ。師匠。二回目だ。しゃあないしゃあない。やったー。褒められた。すごい。楽しかった。こちらのお蕎麦、鶴子さん、はい、お山おいくつでしょうか。お山。五つです。なんならもう6つです。ここまた来たいよ。また来たい。美味しすぎたよ。マストで来てほしい。山形来たらね。日本帰ってきて初そばがここ鶴子さんで光栄です。幸せですね。幸せです。あの記念にお渡ししてるシールでぜひ。どうもありがとう。貼っとけばいいのかな。あ、どこでも、あの貼らなくても全然大丈夫。ふわふわのさ、お団子食べたことある？団子